こんにちは、カノアです、いつもご視聴いただき本当にありがとうございます、タイトルの、自己肯定感を上げる、一番簡単な方法、ということについてお話ししていきたいと思います、まず、なぜ自己肯定感が低いかっていうと、これには理由があります、私たちは創造主の一部で、もともと何でもできてしまう光の存在なんですね。で、私たちは生まれる前に計画をしました、この地球の物理次元をマスターしようと、そのために地球に来ました。で、地球に降り立つためには波動を落とすことが必要でした。波動を落とさないと浮いてしまって地球に存在できないからです。で、波動を落とすためには、魂に傷をつけて、波動イコール感情なんですけれども、バイブレーションを低くしなければいけません。エイブラハム感情の22段階という表があるんですけれども、その中で感情の、中でね、最も低い罪悪感や無価値感、恐怖、絶望というバイブレーションを自分に刻んで、それでやっと地球に降り立つことができました。で、まずはもともとは私たちはみんな光の存在で何でもできる存在と、知ること、そして、無価値観、イコール自己肯定感が低いのは地球でいろいろなことを体験するためにわざと自分に植え付けたものと、知ることが大切です。なので、みんなもともとは、自己肯定感低いんですけれども、それでもその中でも高い人、自己肯定感が高い人と低い人がいると思うんですけれども、それは育った環境とか、地球での、魂を傷つける経験が少ない人とかね、いろいろいるので、そこ差が出てくるんですけれども、小さい頃から親にね否定されて育つと、すごく肯定感が低くなりますし、ちっちゃい時とかね、大人になってからでもね、誰かに何か言われることで潜在意識にすり込まれて自己肯定感っていうのはもうすぐに低くなってしていってしまいます。で、さらにより敏感な方とかね、繊細な方だと、もうそれが奥深くまでね入りやすく、またそれが抜けにくいっていうことになるのでね、自己肯定感が低くなってしまうんですけれども、でもなぜもともと低いんですけれども、さらにね低くしたっていうのはね、自分で設定したりするんですけれども、それには理由があって、そう、親にね肯定されなかったっていうのも、自分でそうやって計画してそういうふうにしてるんですね。それにも理由があって、私たちはねこの地球に生まれるっていうのはね、もう幸せになるために生まれてきているっていうことには変わりないんですね。で、その ネガティブな体験をね、今まではね魂が望みました。魂の望むことをやるっていうイコール私たちは、幸せなんですね。でも私たち の感情っていうのは、たとえ魂がねそれをネガティブな体験を望んでも、表面の私はねやはり人間なので、辛い感情は味わいたくないですよね。で、今まで散々ネガティブな体験をしてきて、魂の望みもね叶えてきたのでね、今度はもうそこから抜けて新しいサイクルへと転換して、ネガティブなものを外して傷を癒して軽くなって、もう浮いてしまってどんどん上昇していくという時代にね、今はもう入りました。で、それは
もう今までの真逆をしないともういけないということなんですね。でそれも分かってこの、古い地の時代から風の時代に転換期にもうこのサイクルを分かって生まれてきているということで、それももう計画のうちなんですね。なので魂のチャレンジとして今までから180度反転させるというチャレンジをみんなしに来ていると言えます。そこで自己肯定感をさらに低く設定しておいて、でそこからジャンプして飛び立てるように自分で設定してきたということなんですね。でまず現状から抜け出すにも、もうこんなの嫌だと思うことが必要で、そのためにねさらに低くしたのではないかって私は思います。現状がねあまり嫌だと思わなければね、そんな変わりたいとかね、ここから抜け出したいって思わないと思うんでね。なのでそういう風にしたのかなという風に思います。で今からの時代、目覚めのサイクルに入ったので、宇宙から来る光でもう自然と意識も変わってね、変化もしていくんですけれども、まあ、自分で設定した部分っていうのが人それぞれだと思うんですけれども、自己肯定感が低いことを、味わうということはね、そこにも何か意味があって、そこからそれを反転させられる可能性もあって、で逆に言えばね、今までは肯定感が高すぎると、その自分の能力が発揮しすぎてしまって、それがね今までの時代には、まずかったっていうことでね、これからは自分の中に眠る無限の可能性とかね、能力、持ってきた才能を、自己否定を取ることで思う存分発揮できるし、ここのギャップを味わうことや、その感覚のバイブレーションを放つこと、そのためにわざわざね自己肯定感を低くしたのかなっていうことかもしれないなと思いました。では、方法について2つお話ししていきたいと思います。1つ目は、自己肯定感を上げる一番簡単な方法は、自分をこれでもかと甘やかすことなんですね。自分にご褒美をあげる、快を与える。これは人によって違うと思うんですけれども、例えば私は音楽を聴いているのが無常の喜びということなら、それをずっと聞いてればいいですし、ケーキを食べてる時が最高に幸せな気持ちになるというなら、それをすればいいですし、あなたが豊かさを感じ、自分で満たされたなって感じ、幸せだなって感じ、なんて素晴らしい人生なのかしらと感じる生き方をあなたがあなたに与えてあげればいいんですね。どんな小さなことでもいいです。マッサージとかエステ、何でもいいんですけれども、あなたがあなたを大切にしてあげること、誰かにしてもらうんじゃなくて自分で自分に与えてあげること、これが自己肯定感をぐんぐん高めていきます。自分の自己肯定感が上がってくると、もう最高ということがいっぱい起きてきます。ラッキーなことがいっぱい起きてきます。みんなが私に優しいとか、世界が私を愛してるという体験をすることになります。例えばあなたなんて嫌いって言われても、嘘でしょ、本当は好きなんでしょって言っちゃうくらいに、もう自分を嫌うわけがないという意識になるんですね。それくらいにあなたがどうって言われても、また照れてるんじゃないのとか、もうそう本当にそうなる意識になるんですね。なので自己肯定感が上がるとそういう風になっちゃうので、なので上げることはとても大事で、この自己肯定感を上げた意識で結晶化をしていくので、そうすると人生をもうそれで結晶化したら、あなたにとっていいことが起きないわけがないんですね。で甘やかして、堕落するとかね、そういうことは絶対になくて、あなたがこうやって自己肯定感をどんどん上げていくと、自分が満たされるので、他の人にもやってあげたいとか、あの人の役に立ちたい、この豊かさを分けてあげたいと思うようになるんですね。で
絶対に私たちはそういう存在、光の存在なので、もともとは。なのであなたが満たされて余裕ができれば、それを必ず周りの人に与えたいって思うものなんですね。で、例えば周りにお金持ちで行きたいとこに行ったり買いたいもの買ってるけどすんごいケチだって見える人がいたら、その人は本当は、幸せじゃないし、幸せを感じていないんですね。自分の本当に心地いいっていうことを追求していこうとか、自分が心地いいなって感じることを追求していこうと意識を向け直していくと、お金をかけなくても満たされるという状態になって、満たされた自分で人の役に立ちたいと絶対になるんですね。で、何か人が言ってきたとしても、例えば余裕がない時はね、きっと反応したりカチンと来たりして、その人に攻撃が始まったりするんですけれども、余裕があるといいよいいよとか許してあげれるんですね。で、こういうところから優しさが伝播し、本当の平和や調和へとつながっていく。で、自分が満たされるのはすごい重要ということで、自分を大事にすることで自己肯定感が上がります。そしてもう一つの方法なんですけれども、これは私が有賀正隆さんという方の、心と体の調律師っていう方なんですけれども、この方の記事を見てちょっとハッとしましたので、それをちょっとシェアしたいと思います。体の症状って本当の自分に戻ろうかという、魂からのお知らせです。だから悪いことではなくて方向修正するよという魂からの意思表示。例えば肩こりだともっと人を頼って甘えてもいいんだよとか、花粉症なら、自分を抑え込んだり拒絶を恐れることなく自分をもっと表現していいんだよって言っていたりとか、葛藤って、自分がもっと向上できて可能性があることを知っているという魂からの声です。たとえ失敗しても間違っても君にはできるよという声、行き詰まりってさらなる可能性を知っている証拠で、そのための体を通じての魂からのお知らせです。どんなマインドセット思考パターンが重要か、というのは、自分を生きられていますか。こんな自分嫌いと思っている人が多いです。嫌いだから変わりたい、今この瞬間のスタートラインがこれだから次の瞬間も同じ思いでいる人も多いです。でもこれ大きな勘違いです。これは私も最初はこれでした。自分が嫌だから変わりたい、でもそれはその時はこれはこれで必要だったと思うんですけれどもね。でもこのことは勘違いっていう、こうマインドの切り替えも重要で、勘違いのマインドセットであり、マインドプログラム、そもそも自分のことがそんなに嫌いなら何もしないし諦めて無視するはず、大好きで仕方ない、自分にはやりたいこともあるし大きな可能性もある、こんなはずではない、でもわからない、もどかしい、これが嫌いという思い込み、勘違いの正体です。裏を返すと、ここまで自分に興味が向いている時点で自分のことを大好きで仕方なかったということです。自分を嫌いな人がいたら皆さんどうするでしょう。嫌いなその人にアドバイスしたり情報を提供したりするでしょうか。どうでもよいと思ったら相手にもしないし関わらないのではないでしょうか。嫌いと言ってるのは実は大きな勘違い、だから好きになる必要もないし、もともと好きなんだから、なので本当は私はすでに私のことが大好きなんですね。これに気づくだけでマインドセットは勝手に書き換わります。すると物の見方、感じ方がガラリと変わります。楽になるし自分も緩んで力も抜けます、ということでした。自分が嫌いだから変わりたいって私も思ってたんですけれども、実は大好きだからそうだったんだなっていうことを知れたことは私にとって、ハッとすることでした。で、なので全ては捉え方で、どういうふうに刷り込まれたものを解放していくか、
ということでね、ブロックがあるとその視点からしか見えないので、その現実世界が本当に見えてしまって、そこへいくら知識を入れてもね、本当の意味でわからなかったり、信じられなかったりするので、意識のねトレーニングをして変わっていくのがいいんですけれども、まずは知ることも大切で、そこから自分に合った方法で意識を変えていくことができるのではないかと思います。そのやり方はね、 YouTube とかね、本とか統合ワークとかね、今はいろいろ出てますので、その中で自分に合うものを、しっくりくるものをやっていくといいのかなと思いました。では、今日はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。